さん頭からなんかが出てくるんですよ。本当に頭から、あ、髪の毛が抜けちゃった、髪の毛が抜けちゃった、あ、ほらほら、これさっきもつけてたんですよね、あの4時半からの配信の時。あ、そうなの、そうなんです。ほら、でもね、こうつけちゃうとなんか、あ、見えるかな、ほら見えないか見えないわ。後ろも横も、横も後ろも天然で編み込んでて綺麗だよ。やったー。私後ろから見えないから見えないの。買いすぎて困ってます。困っちゃう、もしかして。困んないでよ困ったら私も困っちゃう。のっぴーさんが困ったら。チャッピーさん、ハートありがとう。マニーさんも可愛い、ありがとうございます。ユージさんも流れ星ありがとう、ありがとう。ビビさん、可愛い、ありがとうございます。ただの魚さん、ただの魚さん、こんにちは。私は中学3年生14歳東京都出身、今 AKB48 ザラストチャンスに参加しています。ザラストチャレンジに参加しています。はい、今決勝戦です。決勝戦はこのね、あれ、ここに、あれ、なくなっちゃったわ、なんかわって言っちゃうの。17日の8時までです。おのぴーさん、ハートありがとう、ありがとう。ただの魚さん、頑張ってね、頑張ります、ありがとうございます。はあ、ありがとう。やっと今週の仕事終わった、お疲れ様。今週もわ、やったね。明日からは土曜日、やったね。土曜日だっけ、明日は土曜日だよ。みんな待ちに待った土曜日、今日はお疲れ様でした。今週三つ編みかわいい、ありがとう、ありがとうございます。かずちゃん、ちら、ありがとう。初見さん、来てくれてありがとうございます。私は中学3年生14歳、東京都出身、お誕生日は2008年3月6日生まれです。身長は151センチ、エントリーナンバー7番、ラッキーセブンです。今 AKB48 第18期生オーディションザラストチャレンジに参加しています。たらここら辺のハートボタンをポチッと押して、明日の配信7時からよかったら見に来てくれると嬉しいです。かんちゃんさん、ハートありがとう。明日からきゅうりちゃんのお仕事、おありがとうございます。みんないっぱいいっぱい押してね、きゅうりちゃんを押してくれると嬉しいな。ありがとうございます。たけさん、かわいい、ありがとう、嬉しい。 SMS 認証に忘れないでくださいね皆さん。あの SMS 認証をしてないとなんかポイントに反映されないみたいなので、よかったら皆さん、もしあのギフトとか送ってくださる方がいたら SMS 認証を忘れないようにしてくださると嬉しいです。 MM さん、ハートありがとうございます、ありがとう。マラさん、応援してます、嬉しいです、ありがとう。今日の朝ちょっとだけ、夕方も来れなくてごめんね。あ、でも来てくれてありがとう。でもあのそう、この配信に来てくれるだけでもとっても嬉しいです。オノピーさん、ありがとうございます。50カウント終了。アリさん、アリタさん、ありがとう。そう、じゃあ午後じゃなくて4時半からの配信見れなかった方にネタバレしちゃいます。やったことをね、ネタバレしちゃいますなんとなんとっていうか、待って、これがかわいいでしょ私まずね、30分間の配信だったんですけど、まず大声ダイヤモンドを踊って、あとロンダートもして、立ちブリッジもして、あと開脚もして、あとこうやって長座大前屈の立ちバージョンみたいなのもして、みんなに私の体の柔らかさをアピールしました。
運動できる。そうなの、私結構できちゃうんですよね。そう、そう、あと私あの受け身が得意なんです、柔道の。本当に柔道の受け身が得意で、だからそうなの、すっごい得意なの。え、見なかった買ったよ見なかったですか？なかった。じゃあ今度ね、今度またあのみんなにお見せしますね記念にスクショしたよ。わあ、ありがとう、嬉しいな、嬉しい。スクショした？マッチさん、それは AKB なれる、なれるね。だって本当ですか？私 AKB さんに加入できる、できるように。お鼻が痒くなってきたちょっと痒くなってきたAKB さんに加入したいですね。加入してあのもう私はずっとずっと本当に歌って踊ることがね、世界で一番大好きなんですよ。だから本当に大好きな大好きなあの AKB48 さんで、大好きな大好きなあの歌って踊ることができる、本当にしたいので、あの AKB48 さんであの頑張りたいです可愛いのにスポーツも万能系少女や、実はそうかも特技はある方ことある、あることはあるは、特技があるはすごいことで、絶対キビになれるよ。頑張りますね、頑張るから。みんなにまたね、そうショールーム以外でもね、お会いできるように頑張るので白と黒もよく似合ってます、本当嬉しいわ。私あんまりね黒の洋服とか着ないんですよね。これねあのこういう服ね、昔昔っていうか、うんとね2年、小学中学生中学1年生くらいの時にこんなような服をいっぱい白黒の服を着てたんですよね。だからそう昔の服なの、昔の服でも昔の服なのクジラちゃんさん、劇場公演でお会いし、会いましょう。そうですね、劇場公演で皆さんに私が歌って踊ってる姿をお見せできれるように頑張りますね僕も俺もずっと応援するからね、ありがとうございます。ゼルトピアさん、ゼルトピさん初見じゃないです初見じゃないです。そうでもなんかな、初見じゃない方もさ、いつも初見です、初見です、初見ですって言ってくださるから、そうなんだって思っちゃう。いやでもちゃんと知ってますよ、初見じゃないってことは。ちゃんとでも初見ですって言われたから、あこの人本当に初見かいってちょっとさ言えないじゃん、あ絶対この人初見じゃないじゃんとかさ言えにくいじゃん。だから ありがとうございます初見さんってでもちゃんと分かってるよ、初見じゃないって。この方はちゃんとちゃんと初見さんですね。なおさん初見です、ありがとうございますフォローしました。あ、オノピさんフォローありがとうございます。三つ編み通院はお母さんから。そうなんですよ。お母さんがしてくれた。これもね。これ。ほら。これね。カチューシャなの。さっきもしたけど。あ、デビルちゃんさん。デビルちゃん、初見です。わあ、ありがとう。初見さん来てくれて嬉しいわ。ありがとう。ありがとうございます初見さん、初見さんでも初見じゃないの本当は。かぼちゃ先生さん、かぼちゃ先生、きゅうちゃんズ応援ツイートしてきました、セミ50カウント、セミだからありがとう、頑張る。私もそんな応援されたら頑張るしかないぞ。だからじゃあ2周ってことかな、ありがとう、合ってるかな。もうさ教えてもらったのが昔でさ、昔2週合ってた、2週前でさ忘れちゃった。でも多分スミは2週って分かったあ、にゃんなかさん、待って待って、にゃんなかさん、ありがー、ありがー、ありがー、ありがたこ、ありがたこです。にゃんなかさん、ありがたこ、にゃんなかさん、
なんかつい違うか応援してます、ありがとうございます、頑張る。あとかぼちゃ先生、うちでのトンカチありがとうございます、うちでのトンカチ、うちでのトンカチありがとう。明日はカウント枠作った配信にする、カウント枠、あカウント枠、カウント枠、あそういうことですか。明日はね学校もないので、そう学校がなくて、明日の配信はこんな感じで7時から7時半1枠目で、2枠目が12時から12時半で、3枠目が19時から20時になりますので、あのいつもと違うのは12時から12時半のところですだけですね。だから朝と夜はいつもと同じ7時から7時30分、19時から20時、12時から12時30分はい、ありがたこ、ありがたこです、頑張ります、ありがとうクリスティアーノさん。3回限定でな、でなかった、3回限定でなかった、3回限定でなかった。デザート集4回は2時間3回制限があるから、そうなんですよ、あれなの、あれなんですよ、このイベントは3回の制限時間があって、2時間までで、の枠の枠数は3回までしかできないので、2時間と3回なので、そう30分30分1時間でやってます。わだっちさん、ありがなるまありがとうございます。わだっちさん、わだっちさんありがとうございます。 MFSY さん、うちでのトンカチありがとう。あ待って、すごい私トンカチしてる。私ね、私っていうかさ、私よくトンカチ使うんですよね。あの私陸上部なので、スターティングブロックっていう、こういうスタートするときに使う道具があるんですね。あのこれなんか足をなんかつけてスタートするときにオンヤンマーステットってやるじゃないですか。そこにその時に使うやつがあるんですけど、そのそれでうちでのトンカチでいつもトントンして、そうその埋めてます、私スターティングブロックそうなの、埋める道具があるんですよね本当に。ゆうじさん、これは何、これは小判、小判、ゆうじさんありがとう、小判食べちゃいそうだ。あキッチンさん、うちでのトンカチありがとう痛いかな。ノーマークさん、ありがとうございます、ペンライト、なんだっけ、ありがとうございます、む緑のペンライト。このピーさんもありがたこう今日は1時間の配信なのでいっぱいできますね、たくさんできるだるまありがとう、こちらこそだるま。ゆうじさんありがとう、ゆうじさん受け取ってあ、ガンちゃんさん知ってる、実は陸上経験者だから、長距離、あそうなんですね、同じだね、長距離はね、長距離はあのねあんまりね走れないの、中距離までもうあのダッシュでっていうか、ゆっくり長い距離は走れないけど、あのちょっと速いペースで、あの長い距離は走れる、長い距離ってほどでもないけど、であの短距離はあのそこまで私は足が回らないので、回る、まあ、陸上部にしては回らないので、そう短距離なんです本当はね、なんだけど短距離だけどみたいなあテロップなんか書いてある、ありがとうございます。
ありがとう。あ、待って。20時までです。までです。20時までです。はい。リレーの時は、キュウリ。リレーはね、私、リレーは強いんですよ。でも、多分行ったらバレちゃうから言わない。でも、割と、すごいんです。でも行ったらバレちゃうから言わないです、本当に。それは合格してからの、合格してからで。かぼちゃ先生、ハートありがとう。でも私1年生だけです、早かったの。でもね、私3年生になってね、リレーのね、4人走るじゃないですか。で、補欠だったんで3年生の時は。で、まあ3年生なんですけどね。それで、あんま言うとバレちゃうかもだから、あんま言わないけど、言わないけどね、そう。記録保持者ってこと、そういうことじゃないの。でもやっぱあれじゃないですか、陸上ってさ、みんな名前がさ、こうやって書いて、なんか何秒とか出るじゃないですか。だからだからね、そうなので、3年生の時、あ、もう言わないでおきます、ごめんなさい、ちょっと言わないでおく。AKB さん合格できたら多分ね、言わんときます、ごめん、言わんとく。もうかなり、この話終了で。終了します。終了いたしますね。足が回る？合格した時のお楽しみ取っておいてください。でもそんなに お楽しみってほどでもないですよ、全然。全然お楽しみじゃないから大丈夫です。もうみんなが思ってるほどそんな足速くないから大丈夫。加入するのが楽しみ。私もね、加入して AKB48 18期生研究生として活動していくのがとても楽しみ ですから、今この期間とてつもなく頑張りますので。加入するの、あ、デビルちゃんも走ってる。真似してみた。星の月カウント診療、レモさんありがとうございます。話し会楽しみだよ。私も楽しみ。できるかな、できるといいな、お話し会だよね。楽しみ、とってもとっても楽しみ。未来しかない、未来しかない、素晴らしいな。未来、未来、未来が見える。ホシャンニー、ホシャンニー、あ、見ましたよ。なんかホシャンニーって見ました、かぼちゃ先生ツイッター。ちゃんでもね、あれちゃんとだ、私みんなのちゃんと見てますよ。伸びしろしかないから、キュウリちゃんには絶対入ってほしいです。入れるように頑張りますね。初見だったことあります、ありがとうございました。いつもですよね、キュウリちゃんは。そう、キュウリちゃんは 100m 得意ですか。 100m は、 100m はね、得意、なんかすごい遅い時と早い時の差が激しいんですよね。で、一番最後の大会にもう 100m 出たんですけどね、なんだけど、100m 出たんですけど、その時あんまり調子悪かったんですけど、ちょっと自己ベが出て、それで次の大会出れると思ったらコロナになっちゃってね。それで、あんまり、そう、納得いく自己ベストではないんです、ごめんなさい。仲良くなりたい選抜は佐藤愛理さんと仲良くなりたいです。とっても選抜メンバーさん仲良くなりたいです。かぼちゃ先生、あなたが恋しいあなたに会いたい、あなたが君が恋しいという意味です。そう、見ましたよ。そう、ホシャンニーって。でも私多分ね、その調べた時はありがとうございますって調べたんです、中国語。でもちょっと違う意味になっちゃってた。
レインメーカーさん、キュウイちゃん大好き、私も大好きだよ、ありがとう。初見ですか、初見ですか、初見だよ。ハオシャンニー来た、ハオシャンニー、ツイッター暴れ、暴れてるよ。あのキュウイちゃんでつけてくれたら見ちゃいます。そう、ありがとうみんな。エイターなのバレるだって、バレちゃう。レオさんこんにちは、こんにちはです、初見です、ありがとうございます。レイポさん、レイポさん、レイホさん、ありがとう、見てもらえるって思ったらたくさんツイートしちゃう。いっぱいツイートしてたくさんの方に私のことを知ってもらいたいから。ガチでキュウリちゃん推しになりそうです。もうなってるよ、もうなってる、知ってる、なりそうじゃないの、なってるの。ハウ、ハウさんに、ハウさんにあなたにすごく会いたい、会いたい、ハウさんに、クリスティ、クリスティアーノさん、ハウさんに、ハウさんに、ハウさんにです。アイちゃん推しだから、キュウリちゃんが合格してアイちゃんと仲良くなってくれたら嬉しすぎる。私もあの仲良くなってくださったらとっても嬉しいですね、合格して嬉しいな。たくさんツイートしちゃうわ、いっぱいねツイートしたいけど忙しくてまだできません、恥ずかしくならないでください、大丈夫だよ、いっぱいコメントしてくれてるし、おのぴーさんもう恥ずかしがることじゃないですよ。今日は何か歌うのかな、ちょっと歌おうかな。じゃあ中国語上手ですね、だってありがとうございます。ハウさんにー、ハウさんにー、ハウさんにーです。キュウイちゃんに、キュウイちゃん推しになってるって言われたい。ひらすけさん、もうキュウイちゃん推しですよね。知ってるよ、ひらすけさんとっても知ってる。私がね、もうね、ずっとね、なんかもうすっごい、なんかちっちゃい頃から本当にね、ずっとずっと歌ってるんですよね。もうずっとちっちゃい頃からもうね、ずっとね、あのもう歌手の方とかがずっと、歌手の方々がとっても大さんが、まあ、ずっとね、私ちっちゃい頃から歌うことが大好きなんですよ。だからもう私はずっと一生歌ってたいですね、本当に。でもずっと歌ってるからこそもっと上手くなりたいですよね、本当に。もう上手くなりたい、大好きな。いや、なんかすごい笑っちゃったわ、わっと、やだ、わっとか言っちゃうの、本当にやめてほしい。どうしよう、わとか言いたくないんだよね、なんだけどとか、どとかわとかさ、あー、いつも言っちゃうわこういうこと、何言ってるんだ。え、なんかもうちょっとやだ、なんか割れちゃうな、もう。なんでだろう、あ、待って、ネモハモルームは歌っちゃおうかな。宇宙が似合う女と呼ばれてたなんて、だってあの頃はまだポニーテールにシュシュ、恋なんかをかける気になれずに素通りしてた。時はあっという間に過ぎ去り、夢も現実もボーダーレスにしてしまう心も、真似て踊ろう君のルマルマルマを。
前髪パッツンでスカートひるがえしながらいつも走ってた。髪の色も変わって、いつこういう店もここわかんない。何くるまで何なのか思う。あったする AKB48 さんに興味を持って、もう今では大好きになってしまったんです。かっこよくて、本当にこんなにかっこいいんだと思って。君のルマルマルマを愛だだるま、嘘だと言ってよ。夜明けまで見つめ合えば信じられるかな。恋のルマルマルマを愛だ、ただの噂だろう。分かっていても気になるんだ。好きになったらでもハモるま。Hey, what's up? Nothing, 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 nothing. Hey, what's up? Come on, let's do it all night. Hey, what's up? Nothing, 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 nothing. Hey, what's up? Kids are becoming old. I know, you know, 期待しかもないのに。ネモハモルーマー、ネモハモルーマー、オノピーさん、オンプオンプありがとうございます。これなんて読むんだろう。あ、ガイちゃん嬉しさんもありがとう。パチパチハートじゃなくてエイトエイトありがとう。ネモハモルーマー、あ、待って、最近さ、私ね、チャンスの順番さ、配信で歌ってないからさ、ちょっとさ、はい、最近っていうかさ、歌ったけどさ、ちょっと歌いたくなってきちゃった。ネモハモルーマー歌ってたらえ、なんかすごいね。 I love this song so much. Thank you. Me too, me too. 私もですよ。チャンスの順番、どうぞどうぞ。あ、次は君に来る。どんなに負けてても今度は勝ちに行こう。諦めなければ夢は叶うんだ。ずっと頑張ってきた君の努力報われるように。キリの順番、順番です。よっしゃ、行くぞ。空を流れる白い雲たちのどれが早いかなんて意味がないと思う。昨日の君が出遅れていてもそのうち風の向きも変わり始める。自分には何が足りないのだろう。一人悩んだ時もあった。だけど立ち止まっていてもしょうがない。じゃんけんみたいに運は巡るもの。今までついてなかった、今度は君の番だ。くじけちゃいけない、泣いてちゃいけない。長い冬の後には君の春がすぐそこに来てる。
わいしい曲に変な名前つけた。一人また一人夢に続く階段登っていたよ。たとえビリでも焦ることないさ。どこかで風が吹いたら追いつき追い越せる。途中で誰かと比べるよりも未来の自分信じるんだ。君のペースでゴールまで走り抜けろ。夢の方からはそっぽ向かないよ。勝手にこっちから背負ってしまうもの。何があったってその手伸ばすんだ。運はがむしゃらの味方。君にできる全てのことをやれ。あ、涙。の順番いつかきっと来る。まだ先のようでも確かに近づいてる。声がかかるまで待って。ダメだ、ちょっと待って、ごめん。君は今まで以上にどんな時も輝いていいよ。ダメだった、ボタン割れちゃダメだ、ごめん。順番愛してる。にゃんなかさんハートありがとうございます。あとそしたら音ずもうちょっとやっぱり音漏れはやめた方がいいかも。なんだっけな、ちょっと待って、やっぱり違う。好き好き大好きやっぱ好き、やっと見つけたお姫様、なんとか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 、俺が生まれてきた理由、なんとかなんとか。あるよねコール、みんな覚えてるのかな。これこれこの辺で自己紹介言っとく。ガチ恋工場、ガチ恋工場。私はなんかさ、すごいウフフって言っちゃうんだけどやばいか。私は中学キャリ、それはキャリに出会うため。私は AKB48 第18期生オーディションザ・ラストチャレンジに参加しています。エントリーナンバー7番、これ反対なんだよね。7番、中学3年生14歳、東京都出身、ニックネームはキュウリちゃん、2008年3月6日生まれ、東京都出身、あ、2回だ、身長151センチです。だったら俺と一緒に人生歩もう。世界で一番愛してる、愛してる。ティーチャーチッチッチャーティーチャーチッチャーしてます、知ってますよ、知ってる。世界で一番愛してる、愛してる。あの P さん、やっぱり言いたいことがあるんだよ。やっぱりやっぱりみんなが可愛いよ。好き好き大好きやっぱ好き、やっと見つけたお姫様。歌詞があったら、歌詞っていうかあったらわかるんですよ、ちょっとだけ。俺が生まれてきた理由、それはみんなに出会うため。俺と一緒に人生歩もう。世界に一番愛してる、愛してる。愛してる、知ってるよ。好き好き大好きやっぱ好き。血液型不明、何型だと思いますかみんな。私何型だと思いますか、何でしょう。ワイニー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 
型でしょ。 B B A 中型中型 B A B B 型。ここに答えがあります。なんと A 型。でも私全然 A 型っぽくないんです。あ、O 型。 A 型ですね。 O 型違う、 A 型。キュウリ型。あ、正解です。なんとキュウリ型です。なんとなんと私 A 型なんですよ。びっくり。 A 型なんて私誰にも思われない。なんかあれじゃないですか。え、何型が何型なんだろう。俺と同じだ。やった、同じだね。嬉しい。 A 型キュウリ覚えとく。だから何型とかそういう自己紹介に必要なんですかね。そのままのイメージだと。本当ですか。本当 A 型っぽい私。あ、萌えさんお手紙ありがとう。え、どういうところが A 型っぽいですか。なんかあれじゃないですか、なんか真面目みたいなA 型って言うじゃないですか。真面目っていうかなんかきちんとしてるみたいな。全然そんなことないですよ私実は。だからさ、なんでそのままなんだろう。びっくりなんだけど、初めて言われた。そのまま几帳面っぽいって。几帳面っぽい。本当？そんなことないのに私な、時間にきちんとしてます。だってそれはさ、あのさ、いっぱいっていうかさ、見てくださる方がいるからさ、ちゃんとさ、それはさ、あれちゃんとしないとじゃん。だってちゃんとさ、時間通り、あ、まだかなまだかなってさ、見てるくださってる方もいるかも。だからさ、ちゃんと時間はきちんとしないだなって思って遅れたらさ、かわいそうじゃん。かわいそうっていうか、だってみんなが朝行く時間とかさ、あ、朝行く時間は13分に出てます。私20分までだけど、20分にあの机じゃなくて椅子に座らないといけない。13分。あー8時13分に家出てますね。みんなのアドバイス一回聞いたらちゃんと実行してると。あ、ほんと嬉しいわ美味しいものは最後に食べるのが A 型。私美味しいものはな、どうだろうな、どうだろう。美味しいものは、確かに早く食べれば、あの昨日だっけ、昨日いつも昨日ね、私あのお弁当だったんです。あの給食が、給食じゃなくて、それで私一番最初に、あの一番最初に食べたものなんでしょうか。なでれでれでれん、てん、正解は、あ、待って、早く食べるのは、そう、あの、なんでしょうか。私は食べたのは、一番先に食べたもの、あ、でも何食べたって言ってもどうせわかんないか。あ、クジラちゃん正解です。フルーツ食べました、一番最初にお弁当だから。そう、卵焼き、ライス、あ、イエイイエイです、イエイです。一番最初にぶどう食べました。かぼちゃ？かぼちゃは入ってなかったよ。ウィンナーも入ってなかったよ。私多分ね、あの、私あんまり、私あれなんです、あのお弁当が冷めてから、そう、給食派なんですよね。でもそう、だからそういうね、なんかウィンナーとかじゃなくてあのウィンナーとかじゃなくて、あれが好きなの、なんかお米、あのお弁当のお米じゃないお弁当もお米じゃない派なんですよ。お弁当だったらあのパンがいいかなみたいな感じお母さんの料理で一番好きなの何かしらなんだろうな、あー、なんだろう何がいいかな、なんだろうな、なんだろう、わかんないわ。ご飯派じゃないの。私朝ごはんも絶対ご飯は食べないんですよ。そう、朝ごはんは朝ご、ん、給食、ご飯じゃ、そうなの、ご飯じゃなくて、
冷たいご飯は味がついてないと食べれない派。私はね、冷たいご飯は味がついてても味がついてなくても食べれない派なんです。給食は何が好き？給食は私、給食ね、あ、パンが好き。なんかね、でも最近あれなんだよな、最近は分かんないけど、最近本当に甘いのが食べれなくなっちゃって、私本当にちょっと食べれないから、キュウリ、あのじゃなくて、キュウリじゃなくてあれは食べれるんですよ、あのフルーツは全然食べれるんだけど、なんかあのパンの上にクッキーが乗ってる、クッキーっていうかクッキーが乗ってるのがとっても美味しくて好きだったんだけど、最近甘いのが食べれなくなっちゃって、まあ、食べてるんですけど、だからどうかな、でもそれがあの好きでした。 あとサラダに、サラダ、学校のサラダって美味しいんですよ、わかります？なんかね、お酢みたいなのが入ってる気がするの、学校のサラダってまず美味しいんですよ、だから学校のサラダが好きです。好きな教科はなんだ、好きな教科は、好きな教科は、副教科が好きです。私あの副教科が好き、副教科が好きです。あ、給食のサラダ美味しい、ほんとそうなの、給食のサラダが美味しい、てかでも家の サラダも美味しいんですよね、キュウリとあとなんだっけ、キュウリとレタス、キャベツ、あ、私レタスはあのこれで、キャベツはこれです、ね、美術とかうまそう。美術はね、あれ、私美術はなんかあの立体、こういうのは作るの得意なんです、この立体的な感じので、絵は本当にできないの私、絵は描けないから、でも真似して描くのは得意、真似してそれをそのまま描くのはできますよ。ちょっと待って、お絵描きしてみよう、お絵描きね、ちょっと待って、あと15分だ。萌えさん、あれが欲しい、ありがとう、あれがレインボー欲しい、萌えさんありがとうございます。あ、手についちゃった。じゃあ何描こうかな、何描こう、キリン描くね、ちょっと待って、待って、どうしよう、キュウリ描いて、キュウリ、あ、待って、こんなとこにいた、キュウリとキュウイが、キュウリでしょ、と待って、私この映しちゃおうかな、これお母さんが履いたやつなんだけどさ、え、こんな感じ、キュウリはさ簡単じゃん、こんな感じで、うまくない、かぼちゃも描いて、かぼちゃか、パンプキンでしょ、パンプキン、あ、ジャッコーランタン、ジャッコーランタン合ってる、ジャッコーランタンはあれか、あの1位のオノピーさん、あ、桃？オノピーさん書いてたって、オノピーさん簡単じゃん、ちょっと待って、難しい、オノピーさん。どうやって書くんだろう、まず、待って、私あの美術であの桃を書いたんですよ、美術じゃなくて家庭科で桃のクッションを作ったんですよ、だからジャコオーランタン、そこで待ってどうやってやるんだ、これあのオノピーさんはこんな感じで、ダメだな、ちょっと待って、あと13分しかない、ちょっと待って、ちょっと頑張る、できない、来た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 、ほらオノピーさんできましたよ、オノピーさんほら、似てない、オノピーさんに似てる、とっても似てると思う、オノピーさん、オノピー、オノピーさん、ほらうまいでしょ、似てるわ、猫にゃんにゃん、ちょっと待ってください、でもなんかうまい気がするんですけど、ちょっと
待って、うまいかもしれない。どうしよう。ちょっと怖くなってきたわ。ほら。待って、すごいすごい、待って。ほら、猫。可愛くない？なんか漫画とかで、なんかありそうじゃないですか？猫ちゃん。ほら、可愛い。ほら、猫。え、絵本とかにいそうじゃん。怖い。怖いですか？怖い？かわいい、うまい、ありがとう、うまい。あ、待って、猫にはこれが必要だった、ごめんなさい。猫にはひげが必要ですよね。ほら、かわいいじゃん。これでかわいくなった。お会いします、ありがとうございます。嬉しい、初見です。こんにちは、初見だけど、いつ、あ、ありがとうございます。それならよかった、やっぱひげが必要ってことか。じゃあ、まあ、自己紹介しますね。私はAKB48 第18期生オーディション THE ラストチャレンジに参加しています。エントリーナンバー7番、中学3年生、14歳、ニックネームはきゅうりちゃん、2008年3月6日生まれ、東京都出身です。血液型は A 型です。よかったら、今日の配信はあと11分で終わってしまうんですけど、明日の配信は7時から7時半、12時から12時半、19時から20時まで配信するので、よかったら見に来てくれると嬉しいです。急に真面目トミナルの動画好きだわ、ありがとうございます。真面目です、私真面目です。嘘だよ、こんな。でもだって初見の方が見てくださるんで、見てくださってるんだからさ、だからやっぱり真面目、やっぱ私真面目ってさ、みんなに思ってもらえるもらいたいじゃん。だってさ、最初からこんな初見の方がさ、だってさ、こんな変、なんかよくわかんないことしてたらさ、うわ、この人何してんだとか思っちゃうじゃん。だから、ちゃんと初見の方にはね、ちゃんと真面目キャラでいきます。違ったキュウリかな。真面目な言い方と思われてます。あ、真面目です、私。真面目、真面目。でもね、ほんと私の学校に来たらそんな真面目だとはみんな思わないと思うから、全然そうなの。自分は水瓶座の A 型です。私は魚座の A 型です。3月は魚座です。明日はダンス配信ありますか？考えときますね。明日も正統派だとアピールしないと。アピール？何のアピールすればいいの？私は真面目ですって。元気な中学元気100倍、アンパンマン。私アンパンマンも見てたよ。あ、最終カウントはありがとうございます。あ、待って、私の番号ついてるクミリさん、ありがとうございます。学校で元気な、うわ嬉しいな。元気で、学校で元気なのはいいこと。私学校でいい子だよ、ちゃんと。学校ではちゃんといい子だよ。学校ではってどこでも私いい子なの、実は。本当にお顔が、お顔全体が正統派アイドルのお顔です。ありがとう、やったね、これ。ありがとう。こんばんは、すしおさん、こんばんは。こんばんはです、おばちゃん先生。申し訳なくて、申し訳なくて、ルームに現れた人の名前呼ぶと帰れなくなります。帰んないでください。逆に？え、すごい、こんなに人いてくださったんだ。すごいよ、みんな見て見て。ほら、すごくない？ 1117 人だって。あ、待って、すごい、7が多いよ。みんなラッキーセブンだ。あ、17、17だ。やった、これ18、18になってくれないかな。もう少しだね、18、18まで。17期さんですね、これだと。こうか。わかんなくなった。前できたんだけどね。あ、1740人。わっ！すごい人がいらっしゃって。みなさんいらっしゃい。いらっしゃい、いらっしゃい。ラッキーセブンおめでとう。ありがとうございます。ラッキーセブン、ユジさんも。流れ星ありがとう。あ、確かに学校で一番におかわり行かない気がする。でしょ？私おかわりは、おかわりしないよ。逆に減らす派だわ。
逆にね、おかわりしないし、そんなに私、あ、そう、そんなに、そう、目立ちはしないと思う。牛乳大丈夫。牛乳は、牛乳はね、飲みますよ、牛乳は。牛乳は大丈夫。私、牛乳、とっても飲むんですよ。私、あんまり151センチじゃないですか。だから、そう、だからね、だから、だからいっぱい牛乳飲めば背が高くなるって聞いて、だから聞いたから、いっぱい牛乳飲むようにしてます。あとね、お肉も食べるといいんだって。でも牛乳だけじゃ背高くならないみたいで、牛乳じゃんけん参加して、でも私牛乳じゃんけんは参加したことないんですよね、本当に。あ、ナウ54分10秒。ありがとうございます。クミリさん、おかえりする女子は男子から惹かれそうだもんね。でも、そうですかね。でもね、私のクラス、本当にみんな誰もおかわりしないんですよ。だから多分ね、みんな、おかわりしたい人もいるかもしれないけど、本当に誰もおかわりしないから、おかわりしないから行かないって人もいるかも。だからみんな、いっぱいね、隣の組にこの子にたくさん分けてあげてる、みんな。そう、給食に残ったりじゃないですか、こうやっていっぱい。それをお隣の組の人に。牛乳じゃんけんってまだあるんだ、昭和から変わんない。でもね、牛乳じゃんけんっていうか、牛乳じゃんけんはないんですよ、うちのクラスは。うちのクラスっていうか、牛乳残す人が本当に20人とか10人15人とか本当にいっぱいいて、だからね、だからそう、いつも牛乳をのスープのとこに流してくれる人がいるんですよ、の当番みたいな。そうなの、当番みたいな方がいて、子がね、いるの。だからスープにみんな、今はね、あれなんです、瓶じゃなくてパックの牛乳なんです。だからハサミでパキッて切って、牛乳を流し込むんですよ。そう、じゃあランキング読んでいきたいと思います。第13位はクジラちゃんです。クジラちゃん、ありがとうございます。第12位はせいやさんです。せいやさん、ありがとう。第11位ゼロタピさんです。ありがとう。11位、第10位はリンさんです。シャンシャンに違うか、待って、ありがとうございます。第9位はひろすけさん。ひろすけさん、ありがとう。ひろすけさん、ありがとうございます。第8位は8位はにゃんなかさん。にゃんなかさん、ハオシャンニー、ありがとうございます。第7位はクリスティアーノさんです。ハオシャンニー、ハオシャンニー、ハオシャンニー。あ、待って、変わっちゃったよ。第7位はノーマークさん、ノーマークさんです。ありがとうございます。第6位はクミリンさんです。あ、クミリンさん、AKB、AKB18 期オーディション、ナンバー7、ありがとうございます。第5位はクリスティアーノさんです。ホシャンニー、ホシャンニー、ありがとうございます。第4位はユージさん、ユージさん、ありがとうございます。第3位は、デレレレン、パン、ガンちゃんさん。ガンちゃんさん、ありがとう。第3位。そして第2位は、オノピーさん。あ、ちょっと待って。オノピー、ありがとうございます。そして、第1位は、かぼちゃ先生です。かぼちゃ、ありがとう。かぼちゃ先生。また明日ね。ちょっと待って。てことで、第1位のかぼちゃ先生の似顔絵を描きます。てことで、かぼちゃを描きます。かぼちゃってジャコーランタンでしょ？ジャコーランタン、ちょっと待ってください。だってジャコーランタン描きます。あと 3分で描きます。ジャコーランタン似顔絵を、そう、似顔絵をね。てかさ、このさ、このかぼちゃ先生のアイコンっていうの、アイコンってこれ石ですか、石。じゃあ私、このかぼちゃ先生のアイコンじゃなくて、アイコンっていうのわかんないけど、アバターわかんないけど、じゃなくて、ちゃんとしたジャコーランタン描きますので、
あ、待って待って、あ、くじらさんありがとう。ジャックオーランタン書いてくれ、あの、ありがとう。え、待って待って待ってください。これでいける。あ、待って、うまい、かわいいわ、かわいいわって、かわいい、ほら、うまいでしょ、ジャックオーランタン。ありがとう、アバター、ありがとうございます。はい、じゃあ、あと2分だから、ありがとうございます。第1位、かぼちゃ先生、かわいいワン、ワンワン、めちゃくちゃうまい、ありがとう。うまい、嬉しい。じゃあ、皆さん、次の配信は7時から7時半までなので、よかったらのきゅうりちゃんの応援をよろしくお願いします。お願いします。よかったら来てください。あ、待って、ありがたこー、かぼちゃ先生、ありがとう。皆さん、おきゃんもお疲れ様でした。今週もお疲れ様でした。待って、私今からね、なんだなんと塾がある、最悪、いやー。皆さん、今日も今週もお疲れ様でした。皆さん、ありがとうございます。最後の最後に来てくれて、頑張りましょうね。この来週も20時になる、本当だね。ありがとう、バイバイ、頑張ってから、頑張る、バイバイ、バイバーイ、バイバイ、みんな、あれ